からの夢なんですよ。頑張ります。ちょっとね、頑張って衣装サンタとトナカイなんかサイカの方が上がモコモコして様になってる。帽子に白シャツですとか、そんな足りないですね。ですね。私が尊敬する
ミセスグリーンアップルのボーカルの大森元貴さんが弾き語りしてて、知ったっていう、うん、すごい心に刺さる歌だなって思って、ピクミンの歌でした。泣いちゃいますね、この曲は。ちょっと悲しいです。はい、ねえ、ピクミンがね、ちょっとそういう気持ちで働いてたんだっていうのを知って、ちょっと感動しました。緊張してる？はい、次の曲、次の曲でラストなんですけど、次の曲いきたいと。まだ行かない方がいい。これが終わったら2個しかない、ね、そう、そうだね、うん、悲しい、すごい悲しい。クミンみたいな悲しい、悲しい曲がちょっと2曲続いちゃうんですけど、最後悲しい曲で締めようかなって思います。はい、でいいですか、マイク置いてあるけど。マイクが足りません。いいんですか？はい、じゃあ行きますか。最後の曲、HY の366日です。ありがとうございました。柳色でした。